GNOME ディスクスはディスクスのグラフィカルなフロントエンドでノームディスクユーティリティパッケージに含まれている。ディスクスはパーティションマネジメント、SMART モニタリング、ベンチマーキングのほかソフトウェア RAID に使用することができる。また紹介の文章が GNOME ドキュメンテーションプロジェクトの中に含まれている。ディスクスはかつて GNOME ディスクユーティリティまたはパリンプセストディスクユーティリティとして知られていた。ディスクスはかつてデバイスケットディスクスという名称だった。デバイスケットディスクスはデバイスケットの一部で HAL のいくつかのアスペクトを置き換えることが計画されていた。HAL とデバイスケットはすでに廃止されている。GNOME ディスクスは デフォルトでいくつかの Linux ディストリビューションに含まれている。ありがとうございます。